今日は自転車で出勤しようと思います。じゃあ行ってみましょう。はい、ちょっと上り坂っていうこともありまして、行きがけはですね、もう必死でした。ちょっと一応断片的に写真をね撮って、このね姫山まで上がると、あと下り坂でねもう楽なんですよ。だそのあたりから、これがね下った後の人道手前の景色です。関門海峡ですねこれ。じゃあ早速ですね、スタジオのある門司港に渡るため人道を利用していきたいと思います。人道を渡るのにね、20円の代金がかかります。歩行者の方は無料ですね。はい、到着です。こんな感じになってますね。小学校の頃よくねここを通って、ね、ジャンプを買いに行ってました。はい、だいたいこのね、まあ関門トンネルなんですけど、まあ車が通るところはね、まあ約 3.5 キロぐらいですか。で、この人道は780メートル、まあ道路の下をね歩いていける感じです。早速ね歩いて行ってみましょう。このね人道の中は自転車でね通るとき、もちろん原付のバイクとかも通るとき、乗っていったらね怒られるんですよ。上のね監視室みたいなところで、見られてるんで、はいそこのバイクとか、はいそこの自転車乗っていかないみたいな感じでね注意を受けます。はい、気をつけてね手で押して行ってください。はい、180メートル進んでみました。この人道の中は結構トレーニングで使われる方も多くて、雨の日なんかランニングをねされてる方もたくさんいらっしゃいますね。今まあコロナの状況なので、まあ人がだいぶ減ってますけど、もう以前は結構ねいろんなランニングの方とすれ違うことが多かったです。そしてね、このトンネルの目玉商品じゃないんですけど、ずっと歩いていくとですね、一番底の部分、が、まあ、県境になってまして、もうちょっとです。このね山口と福岡県のこの線の上で、写真を撮ったり、これをバックにね写真を撮ってる方が多いです。では、後半戦、歩いていきますけれども、もうここはね同じ、道のりなので、省略してエレベーターまで行きたいなと思います。さて、門司港側の、エレベーター乗り口到着しました。じゃあこれからエレベーターに乗って上がっていきたいなと思います。さあ門司港側に到着です。いやー、この門司港側はねまたね、開けた感じで、これまた綺麗ですね。こう関門海峡ありますけれども、ドーンっていう感じですね。さっきまではね、あそこにいました。ちょっとちっちゃいですけど、あの辺りにいました。よし、では行きましょう。さあちょっと進んだところ、ここはですね目刈公園、山の上にねある公園に上がる分岐点です。もうねこの一帯は花見の時期は、桜が、色づいてものすごく綺麗な場所になっています。でこっち側から見るね、関門海峡もものすごく絶景です。ちょっと下っていった、ところ、船だまりの、ね、近くのこのね、場所には、
ノンフォーク広場駅というね、駅名がある塩川瀬号の乗り場があります。これね、門司港駅 の, あのすぐ近くからね、このずっと先を抜けた、トンネルをくぐり抜けた先まで、行く、トロッコ列車がね、今、門司港では走っております。これね、結構ね、トンネル入った時に、ね、結構いろいろサプライズ的な楽しめる要素もあるし、面白いですね。すごく面白いな、これ。子供と乗りました。これ iPhone11 の、スマホで、撮ってますけど、手持ちで案外ブレないですね。さすがですね。このね、通り左側にね、あるあのラーメン屋、トラヤっていうんですけどね、まあ場所があのここに移転したんですけど、僕のおすすめのラーメン屋です。おすすめメニューはね、半ちゃん醤油ラーメンです。よろしくお願いします。地元なんでね、こうやって通ってると、よく知り合いに会います。おはよう。はい、彼は門司港で有名人、ポルトという宿泊施設のオーナーの菊池くんです。右側に見えてくるのが、門司港レトロという観光名所の場所になってますね。はい、線路を渡ってちょっと中道、ここ進んでいくとね、ここもね、有名なね、カレー屋さん、ミツバチカレーさんです。ここの商品メニュー等々は自分が撮影させていただきました。よろしくお願いします。はい、この境町銀天街に続くね、この通り沿いには、有名なね、フグ屋の、シゲルさんだったりとか、あとは梅月というモダン焼きソフトクリームも美味しいです。今はね、コロナでちょっと中では食べれませんが。おはよう。おはよう。こちらの方がですね、有名な小泉文太、ほら、島田酒店さんのね、店主さん島田くんです。おはようございます。はい、見えてきましたね。この僕のスタジオの隣にできたのは、これ新しい宿泊施設です。あ、中すげー綺麗です。はい、来ました。こう右に曲がると写真の村岡です。おはようございます。やっとたどり着きました。久しぶりに自転車で来たんですけどね、きついっす。では今日も楽しみましょう。